新曲を発表したレイディーフォーシーの木村佳乃さんです。プロジェクトとなっています。木村佳乃さん、プロジェクトプレゼンターとして、女性として女性映画人を応援していただいております。さまざまなプロジェクトをご覧になってどうでしたか。たくさんいい機会をいただいて、たくさん の国の作品を拝見しました。本当に思ったことは、国籍が違ったり宗教が違ったり、全く違う文化で同じような悩みを抱えて悩んでるんだなという物語を本当に勉強になって。ショートショートフィルムフェスティバルアワード2019、各会場そしてオンライン会場でもインターネット